はい、今日もホームグラウンドやってきました。今日の海の感じはなんかちょっと風ない、なぎすぎって感じですね。ちょっと先に釣りしてる人たちが言ってましたけど、なんか全然青物の当たりはないそうです。まあ、サゴシがちょっと釣れてるのかな。あとシーバスさっきかかったみたいですけど、まあ、ちょうど今時間が潮止まりなのでなかなか難しい時間だと思いますけど、まあ、この時間から今日は午後の2時ぐらいまでできればちょっと遊ばせてもらって、楽しんでいきたいと思います。はい、では今日もルアーロスをできるだけ避けながら果敢に締めていきましょう。この高宮ルアー、高宮海上ルアー新色をちょっとボトムで試してみます。ついた。ただ目がかりがちょっと怖いから少し早めに巻いて、なんでやねん。塩、そこの方は塩流れてる感じですよね。あれ、なんだ。また糸か、これ。あれ、なんだ。なんか今、当たった感じしたけど、糸かな。あ、結構そこの方、これ塩が流れてる。表、巻き応えが。あれ？なんか引っかかってるか、これ。何これ。何これ。なんか引っかかって寄ってくるけど。もしかしてまた誰かのルアーじゃねえの？で、手前に来てフッと取れるっていう。なんだこれ。なんでやねん。お、来た。なくしたくないね、これ。一昨日7本釣り上げた。
メジロ3匹、メジロ3本、そしてメジロ3本、ハマチ1本、サゴシ3本釣り上げたこの MVP ルアーでちょっと 30g で遠くから、そしてそこを UV ギャラクシーで探っていきましょう。名前がすごいよね、 UV ギャラクシーって。うっそー、あ、やっぱりここすごいな。なんか何この、あ、やばい、いや、なんか引っかかるわ、めっちゃ。しかもほら、人の糸だよ、ほら、何ここ、ひどいね。いやー、これ皆さんこの糸見てよ、これピーだよ。この海底のゴミやばいね、この釣り場。ゴミだらけ、今日すでにこれ、はい、潮がまだ良くなくて渋いですけど、まあ引く時間があんまりないのでやりましょう。100均カイドルはこれでちょっと試してみます。ちょっとここね、そこにかなりゴミとか釣り糸とか多分引っ掛けた人のが落ちてるので、あんまりボトム付近に攻めるともう3度くらい引っ掛かったので、かろうじてルアーロスしてないですけどね。あんまりジグの食い得意じゃないけど、誰かユーチューバーが言ってたな。目が行ったのをなんか魚たちが勘違いするのかな。船が通った後に釣れるというのは都市伝説かと思ってたら、本当に隣でワンキャストで釣れてる。あ、マジで釣れたマジでかかる、船通った後あ、まあまあじゃないですかね、今走らないから多分青物あれけど軽い、あ、ハマチクラスかな、あ、ちっちゃい、ちっちゃツバスですね。はい、ツバス釣れました。
船が通った後キャストして1投目まさに都市伝説はい、今日の釣果です。35ない、ツバス、今日はツバス1匹ゲットです。けど嬉しい。じゃあこれを帰って美味しく調理しましょう。はい、では今日はここで納棺です。終了します。じゃあ自分上がるんで気をつけて楽しんでくださいよまたはい、終わり終わり。はい、都市伝説で釣れたツバスです。煮つけてみました。美味しくいただいていきたいと思います。